皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。昨オフにタンパベイレイズと契約した上沢直行選手、マイナー契約からのメジャー挑戦という珍しい形での海外移籍とあって大きな注目を集めていました。その後は招待選手として2月から始まるスプリングトレーニングに参加した上沢選手、結果次第ではメジャー昇格が可能な契約でしたが、オープン戦では結果を残せずマイナー契約が決定したことでレイズを退団する可能性が高まっています。現在の上沢選手はオプトアウト契約破棄条項を行使して他球団との契約を模索中なのですが、メジャー昇格を勝ち取れない場合、早々に NPB に復帰することも考えられます。そこで今回は、上沢選手が NPB 復帰を選択した場合、どの球団が獲得に乗り出すのかご紹介していきます。昨季まで日本ハムファイターズに所属し、右のエースとして活躍していた上沢直行選手、昨季は開幕ローテ入りしたものの、投球フォームに試行錯誤していた影響から開幕直後は結果を残せず大炎上する試合もありましたが、シーズン途中からフォームの修正に加えデータの見直しも行い、徐々に本来のパフォーマンスを取り戻し、5月には完封勝利を挙げるなど活躍。同月22日の楽天戦以降は11試合連続で7イニング以上を投げ、イニングイーターとしてリリーフ陣を助ける活躍を見せ、見事オールスターにも出場。途中肩の違和感もあって離脱した時もありましたが、最終的に24試合の登板で9勝9敗、防御率 2.96 を記録、イニング数はリーグ最多の170回とエースの責務を全うし、オフの11月28日には MLB 挑戦を目指したポスティングシステム申請が行われ、2024年1月11日にタンパベイレイズとマイナー契約を締結。2月から始まるスプリングトレーニングには招待選手として参加することになりました。レイズとの契約を選んだ理由について、投手育成の成功と豊かな歴史にとても惹かれたと述べ、複数球団からのメジャー契約のオファーを断ってレイズに入団、そして始まったメジャー生活ですが、ここで上沢選手は辛い現実を見せつけられることに。3月1日にオープン戦に出場した上沢選手は3回から2番手で登板。メジャー契約を勝ち取るためにも好成績を残したい上沢選手でしたが、結果は2イニングを投げて2本塁打を含む8安打7失点と散々な結果に。この日の試合では3回エバンズ選手に右中間へ2点敵陣2塁打を許し、さらにウォール選手にレフトへのスリーランを浴びるなど、いきなり一挙6失点。続く4回も昨季40本塁打の先頭オズナ選手にレフトへのソロ本塁打を浴びて1点を失ってしまいます。直球の最速は92マイル約148キロで、打者14人と対戦して1奪三振1四球、球数は44球という内容でした。ストライク率は 70% で、空振りは5、ファウルは9という内容でした。試合後に上沢選手は、いろいろ対応しなければならないことが多いというのが正直な感想です。やっぱり緊張しました。中継ぎも久しぶりだったし、ブルペンからマウンドに上がって思っていた球数が投げられなかった。次はもっと要領よくできるかなと思うとコメント。その次の試合では2回1安打1失点1奪三振と修正できていたように見えましたが、3つの四球を出し、投球した50球のうち23球がボールと制球に苦しんでいました。前回登板の炎上もあって防御率はなんと20点台と惨憺たる数字を残してしまいました。しかし3月15日のオープン戦では先発登板を果たし、結果は4回を投げて1失点。この日は初回こそヒットとフォアボールでワンアウト1塁2塁のピンチを背負いましたが、相手の4番と5番バッターから2者連続で空振り三振を奪ってピンチから生還すると、続く2回と3回もランナーを出しながら無失点に抑えます。4回はスリーベースヒットを打たれ、
続くバッターに犠牲フライを許して1点を失いましたが、4回を投げてヒット3本1失点3奪三振の内容でマウンドを降りました。この日は制球も安定しており、これまでに比べて持ち味を発揮。3月23日のオープン戦でも先発登板を果たし、5回3分の2を2安打1失点で4者連続を含む7奪三振と好投。初回先頭への初球をいきなり本塁打にされるも、その後は16人連続でアウトに。78球のうち53球がストライクと安定し、徐々に調子を取り戻す上沢選手は、やりたいこともある程度できたのでよかった、投げ急がなくなったのが一番の要因とコメントを残していました。このように最初こそ大炎上したものの、徐々に修正しアピールを続けていた上沢選手。しかし23日にレイズは上沢選手が開幕をマイナーで迎えることを発表。記事によると、マイナーリーグ契約でスプリングトレーニングを積んだ6選手は、上沢選手を含めシーズン開幕までにメジャーリーグのチームに参加しないと伝えられたといいます。タンパベイレイズタイムズのマーク・トプキン記者も、自身の公式 X で上沢らが開幕をマイナーで迎えるとポストしており、メジャー昇格は一旦見送られる形に。後日、上沢選手は代理人とマイナー契約のまま残るのか、他球団に移籍するのか、今後に話し合うことが報じられており、その去就に注目が集まっていました。そして24日の深夜にレイズ対談が報じられ、大きな話題となりました。自ら契約を破棄して他球団移籍を模索すると報じられ、これにはファンも失望。結局これかよ、新庄監督の言うこと聞いておけば、夢を追うのはいいけどこれだと意味ないやん、このまま日本帰ってきたら最速記録だろ、どうせホークスとか行くんだろうな、と言った失望コメントで溢れていましたね。ただこの報道に対してレイズ側は、本人に契約破棄やフリーエージェントになる権利はないと一部の報道を否定。実際は契約の中に含まれていた譲渡条項を行使したようで、これは通常のオプトアウトとは異なり、直ちにレイズ対談が確定するわけではなく、上沢選手をメジャーのロースターに入れることを希望する球団が現れた場合、レイズは上沢選手をメジャーのロースターに加えるかトレードするかを選択できる権利だといいます。なお、獲得を希望する球団が現れなかった場合、上沢選手はレイズのマイナーに残留することになります。例えるならば、現役ドラフトに近い状態にレイズとのマイナー契約にはオプトアウトの権利が含まれていることが報じられていた上沢選手でしたが、どうやら純粋なオプトアウト権ではなかったようです。なので自主退団したわけではありませんが、とはいえこのまま退団となれば、気になるのは上沢選手の移籍先です。上沢選手としてもメジャーリーグで戦うためにレイズ以外の球団と交渉し、メジャー昇格のプロセスを模索していくでしょうが、その野望が叶わなかった場合は NPB への復帰も考えられます。そうなった時に上沢選手獲得に動くのはどの球団になるのでしょうか。まず真っ先に候補の一つに思い上がるのは古巣の日ハムでしょう。日ハム自体も海外ポスティングには寛容な球団ですし、エースとして活躍していた上沢選手の復帰を受け入れてくれると考えられるでしょう。しかし今回の上沢選手の移籍によって日ハムが得たものを考えると、上沢選手の復帰を受け入れるでしょうか。上沢選手はポスティングで移籍しているので日ハム側に譲渡金が支払われますが、その金額はたったの92万円です。当初の契約では契約金が約368万円、年俸約3315万円で、日本ハムへの譲渡金は92万円。しかしメジャー契約となると年俸が10倍以上の約3億6843万円と大きく跳ね上がる契約で、さらに80イニングから10投球回ごとに10万ドルの出来高が加算され、160イニング到達で最大の90万ドル、約1億3264万円、
年俸は約5億109万円にまで上昇する可能性もあり、その場合だと日ハムに約7600万円の譲渡金が支払われる契約でした。他の選手と比較すると、例えば昨オフにドジャースへ移籍した山本由伸選手の場合だと、オリックスは約72億円の譲渡金を受け取っていますし、今永選手の場合だとベイスターズは約14億2000万円の譲渡金を受け取っています。このような多額の譲渡金を受け取れることが、海外移籍を了承する際の球団にとっての一番のメリットであり、これらのお金で設備の充実や強力な選手の獲得に使うなど、さまざまな選択肢が取れるわけです。本来上沢選手がレイズと交わした契約の時点で、日ハムが得るメリットは他球団と比べても微々たるものだと言わざるを得ません。上述のように上沢選手にはレイズ以外の球団からもメジャー契約のオファーが来ていました。契約内容こそ不明ですが、おそらくレイズの契約よりも好条件であったことは間違いないでしょうし、もし仮に上沢選手がレイズ以外と契約すれば、日ハムも巨額の譲渡金を受け取れたことでしょう。にもかかわらず上沢選手はレイズとマイナー契約を結び、それでも日ハムは上沢選手の夢のために背中を押したわけです。おそらく上沢選手であればメジャー昇格できると球団も信じていたのでしょうが、上沢選手はメジャー昇格を勝ち取れず、オプトアウトを行使してレイズから退団という形になりました。これによって日ハムはエースを放出した対価としてたったの98万円しか受け取れないことが確定しました。言い方を変えるとすれば、温情で送り出した選手に泥を塗られたと言っても良いのではないでしょうか。さらにこの上沢選手の放出に際して、ファンからの痛烈なフロント批判も食らっています。球団からすれば小銭に等しい額の譲渡金しかもらえず、ファンからの印象も悪くしてしまったわけです。いくら古巣とは言っても、ここまでの仕打ちを生み出した張本人の復帰を日ハムが本当に望むでしょうか。また日ハムは先発陣が揃っており、戦力的にも上沢選手の出る幕は今の日ハムにはないと思われます。以上の理由から、上沢選手が NPB 復帰を標榜しても日ハムは手を挙げないでしょう。では上沢選手獲得に乗り出す球団はどの球団になるのでしょうか。最も可能性が高いのはソフトバンクホークスでしょう。山川選手をめぐる一件でいろいろあったホークスですが、最近のホークスは工藤政権の王朝時代と比べて成績を落としており、王朝崩壊への道を突き進んでいます。昨シーズンは千賀選手が海外移籍し、その穴を埋めれる選手が出てこなかったことから先発投手の補強が急務となっています。昨年は A クラス入りしたものの、成績不振の原因は先発陣の倒壊にあると言えます。現在のホークスで勝ち星を稼げる先発は、くしくも似た境遇をたどった有原選手と人的保障の一件で世間を騒がせた和田選手くらいしかいません。昨年は規定投球回に到達した選手がいないことからも、イニングを稼げる上沢選手の加入はホークスにとってこの上ない補強になることでしょう。またホークスには潤沢な資金があり、たとえ複数球団との争奪戦になってもマネーゲームでの獲得も考えられます。仮に上沢選手が加入後パッとしなくても、買い殺し状態にしておけば、数年間は上沢選手獲得による他球団の戦力アップも防げます。上沢選手にとっても多額の年俸を受け取れる可能性が高いホークスの加入は、一選手としても悪い選択肢ではないでしょうし、選手としても劣化したわけではないので、メジャーではパッとしなくても NPB では猛威を振るうこともできるでしょう。チーム事情と噛み合いもよく、まさにウィンウィンの契約になるわけです。以上の要素から、ホークスが上沢選手の NPB 復帰に飛びついてくる可能性は極めて高いと考えられますが、これが現実になればホークスの好感度は落ちるところまで落ちそうですね。とはいえ上沢選手はまだ退団しておりませんし、その後の去就についても不透明です。上沢選手の海外挑戦が満足のいく結果になることを今はただ祈るばかりです。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。